のではないでしょうか。亡くなった際には珍しく喧嘩に発展したそうです。しかしその理由というのが、毎日来て当たり前だと思っていた椿さんが来ないことで向井さんの寂しさが爆発したという、とても可愛いものでした。今はコロナ禍ということもあり、以前ほどの交流はできていないかもしれませんが、恋人のような兄弟のような強くて深い絆はそう簡単には壊れません。ましてや大人になってできた関係性ですので、おそらく今後もずっと続いていくものと思われます。ファンにとっても微笑ましすぎる2人の交流はいつまでも見守り続けていたいことでしょう。引き続き椿さんおよび向井さんとのコンビに要注目です。